それではお待たせいたしました、谷復興大臣による会見、復興副大臣による会見を始めます。よろしくお願いします。はい、復興副大臣の谷浩一でございます。いろいろ報道されておりますような、復興庁幹部職員がツイッターで不適切な発言をした件について現時点での対応をご報告申し上げますとともに深くお詫びを申し上げたいと思います。誠に申し訳なく思っております。座って失礼します。本件につきましては現在事実関係などを確認しているところでございますが、本人もツイートした事実を認めており、その内容についてはさらに調査は必要なものの、内容自体が特に復興を担当する幹部職員としてあるまじき不適切なものだと考えているところであります。したがって本人を読んで今日の昼、今回のことについて猛省を促し、今後はこうしたことがないよう私谷の方から厳しく出席し指導したところであります。またこういう事態になり、福島の被災者支援の担当を引き続き任せることができないと判断し、本日本人をこの担当から外すこととしました。本件について被災地をはじめとする多くの関係者の方々に対し深くお詫びを申し上げるところであります。また全職員に対し、復興庁の復興局を含む全職員に対し、改めて被災地に寄り添って仕事に打ち込むよう注意喚起するよう、隣におります岡本統括官に指示したところであります。本件については引き続き事実関係などの確認を行い、その結果などを踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。改めて多くの皆様方に、被災地をはじめとする方々にこういうようなことを起こしてしまい、信頼を損ねたということについて、国民の皆様方に深くお詫びを申し上げます。それでは質問を受けいたします。質問にあたっては社名、氏名を。今日はたくさんの方に来ていただいておりますので、質問についてはあ簡潔にお願いします。あと、質問について基本的に1問ということです。どうぞ。朝日新聞の阿部ですけれども、今回、この職員ですけれども、ツイッターにはかなり過激な書き込みというのが目立ちます。例えば、最後の不相応とか、その大人が使うような言葉でない言葉で書き込みがありますけれども、本人はどうしてこういった書き込みをしたということを説明しているんでしょうか。それも含めて、そのツイッターで書き込んだ内容そのものはもうすでに入手してますのであれですけれども、そのどういう意味合いなのか、なぜそういう表現を使ったのか、そういうことも含めて今調査を進めているところです。
テレビ朝日の吉野と申します。先ほど副大臣叱責されて指導されて本日付で、担当を解くというようなお話だったかと思うんですけども、それはその都がとしてはどういったことを、つまり国家公務員法人的なものに違反するようなものなのかということと、あと担当を解くというのはその復興庁からどこかに持っていくということなのか、復興庁にいたの間において何らかの任を解くということなのか、その辺をちょっと教えてください。今日厳しく本人を読んでですね、岡本統括官同席のもとに厳しく叱責しました。それは法的な処分とかそういうことではございません。今最終的にどうするか、どう対処するか、国家公務員法上の違反がどういうところに仮にあるとすればですね、あるのかどうかを含めて今後しっかりと調査をして精査をして決めたいと思っています。それで、仕事の方でございますけれども、我々も被災地の方々の信頼なくして復興の仕事は進めません。したがって復興庁の我々の判断で、今日もですね、今日付けて、福島の被災者支援の仕事を外したということで、今後についてはまたこれからのことです。関連で NHK の志賀ですけれども、すみません、今の時点でその方は3時間なんですか？よろしいですか？もちろんそうですけれども、はい、どうぞ。復興庁の定数であり、3時間という職員におります。復興庁の職員であり3時間であるところは変わって変わりません。その被災地の支援というところだけをとりあえず外して、はい、では別の任務は何か与えられたものがあるんですか？今後検討。今は彼は福島の支援被災者支援のほかに法制担当とかそういう仕事も持ってます。まあそう大きな役所ではないですから、いろんなことを分担してるわけです。ですからそれを外したからといって全く仕事がないとかそういうことではございません。いわゆる人事上の事例ではないということです。いわゆる大臣が人事権持ってるわけですか？私の組織は統括官制と参事官制を取っておりまして、参事官という職位身分を与えた中の担当する仕事につきましては、その時々の大臣あるいは副大臣のご判断で融通無限に担当を変えておりますので、事例を出して職位を解いたということではなく、口頭においてその福島担当、特に子ども被災者支援の担当を外したということでございます。すみません、当該の職員さんなんですけれども、公開できる範囲でですね、名前であるとか年齢であるとか、私は委員長か。じゃあ正確に、じゃあ岡本統括官の方から。はい、すでに新聞報道で出ておる通りでございます。水野康久、45歳。私どもの復興庁に来る前は総務省に勤務しておりました。新聞の報道通りでございます。ここの発言内容は、今確認するとおっしゃっておりましたけれども、中でもですね、職員室関連しまして、課題の先送り、提案が一つ解決したと、正確には、チルコをつけずに曖昧にしたということだという発言が、論議に残っているんですけれども、これはいわゆる当時課題になってました、子ども被災者支援法の、基本方針策定を定めて、それも含めて先ほど発言のこう趣旨意図、なぜそういう、過激な表現が多いですから、そういうことを確認している最中です。はい、はい、認めてます、はい、それで認めているからこそとりあえずといいますか取り急ぎしなければならないということで、今日昼本人も読んで、厳しく注意したということです。NHK の志賀ですけれども、いわゆる忍者ライダーという書き込み名前で書いているというところです。結構です。あとその
市民団体とかですね、まあ、そうした込まれた側に対しては復興庁として何らかのアクセスをするなり、最初からされています。どの範囲でどういうふうに今後するのか、それらも含めて検討していきたいと思います。他にございませんか。はい、家屋振興若林です。子ども被災者支援法のご担当だったということで、ちょっと今後懸念されるのは、いまだ未策定の基本方針の策定ですとか、支援対象地域の指定ですとか、まあ、そういう難しい問題への影響、まあ、今後こういうことが起きて、どういう影響があるのかというところだと思うんですけど、その辺はどうお考えで受け取ってらっしゃいますでしょうか。こういう事態になったとしても、福島だけではなくて、震災復興の加速に影響がないようにすべきは当然ですし、そういうふうに体制を整えて頑張っていきたいと思っています。具体的にその国家公務員法のどの条項に、こう引っかかるのかと、そういうことも含めてしっかりと調査をした上で判断しなければならないと思います。先ほど私が信頼を損ねたというふうに、お話ししましたけれども、そのことと国家公務員法99条ご指摘の信用失墜行為に当たるかどうかということはまた別の問題だと思います。職員の処分というのはご承知のように法的に大変シビアなものがございます。しかしこれは厳正にしなければなりません。しっかりと事実関係を確認して、適切に、処分というか対処をしていきたいと思っています。というのは具体的には、例えばですね、先ほどの先送りに関しては国会議員の方々への働きかけのようなものも当日にあったのではないかという話もありますが、そういうことに国会議員の方々含めて何かこう事情を聞いたりですね、確認をしたりするということなんでしょうか。まずはご提供いただいたツイッターの記録、そしてそれまた残っているものについてのツイッターの記録だと思っております。それを精査の上で、その事実関係、またどういう意図でやったかということの確認は必要だと思います。その関連で、関係の方に事実確認しなきゃならないかどうか、それはまたそのツイッターの中身の精査を踏まえて、判断したいと思います。関連でとはいってもですね、ツイッターの事実関係自体は本人も、の方も水野さんも認めてらっしゃるのと、それからツイッターの文自体はですね、インターネット上に残っているわけで、はい、これは1日あれば確認ができるものだと思うんですけれども、それ以上に何かこう確認するものというのはあるんですか。それがどのような背景、どのような文脈で行われ、どのような方をどういう形で傷つけたかと、そういうような確認が必要だと考えております。文章自身はご指摘のとおりすでに、いただいておりますので、その文書自身を否定するとか、そういう意味ではございません。ですので、その背景確認の上が必要ということは、関係の方々に今すぐその調査の意見、話を聞くとかですね、いうことは今はまだされないんですか。はい、というのは、ツイッター、全部十分精査したわけじゃないですけれども、どの方をどのように指摘しているかというとき、やや曖昧なところもございますので、そこはもう少しお時間をいただきたいと思います。
毎日新聞さんから取材を受けた際に、資料提供をいただいておることを指しておりますが、もう一つ我々として、インターネットでしょうか、それで、残っている部分の追跡というんでしょうか、そういうことをしなきゃならないと思っております。本人はまず、反省しててのことだと思いますが、それで、アカウントを廃止し消去したんだと思っております。まだその点は聞いておりません。事実関係でちょっと確認させていただきたいんですけども、復興庁が今回この職員がネット上でこれ暴言が入っていたということを把握したのはいつかということと、その事情聴取をしたのはいつか、その点をお伺いしたんですけど、把握したのは毎日新聞さんから昨日指摘を受けた時点でございます。申し訳ございませんが、それまで私どもは把握しておりませんでした。本人の事情聴取は昨日直ちに私どもの人事担当職員をしてさせました。そして副大臣からの厳しい注意は今日の午後でございます。午後いうか 昼やね、昼ですね、うん、本会議の前だから。ご指摘のようにこういう不適切な数々のツイッターによって大変不快な思いだけではなくて、復興庁は本気になって、復興庁はというよりも復興庁の幹部職員は本気になって福島の再生なり、あるいは復興に取り組む姿勢があるのかなと、そういうこう疑いといいますか懸念というか、それを生じさせるということを大変私も心配してます。ですから事実関係をしっかり調査をして、しかるべき対処をして、その後でご指摘の点も含めて考えなければならないと思ってます。もちろん総合的な取りまとめは我々復興庁ですけれども、事業の執行はご指摘のように国土交通あり、農林省があり、厚生労働あり、いわば政府全体に、あるわけでありますので、そういうことも含めて復興庁だけがこうしっかり被災者に立場に立って寄り添ってすれば済むというものではございませんので、それらも含めてまた考えなければならないと思っています。説明いたします。やはり一般論というんでしょうか、一般的な形での処分、通常使われる言葉では処分ということに当たるんだと思いますが、国家公務員法上の処分
となりますとですね、これは事実を認定してどの条文に当たるかと、先ほど副大臣が説明しましたように、法律上の処分とするならば、もう少し厳格な手続きと事実認定が必要でございますので、その処分という言葉を2つ使い分けていただくならば、一般論としての処分、職を外し、かつ副大臣から厳しい指導をしたということをもって、それを処分と考えていただければと思いますが、繰り返しになりますが、法律、国家公務員法上の処分となりますと、これは事実認定、手続きが必要ですので、なお時間を要するということで、ご理解いただきたいと思います。いや、基本的に同じことです。私の口頭の厳しい注意というのは、法的な意味で処分なのかと言われますと、そうではございません。処分はやはり公務員というのは、厳しくさまざまな規制がございますけれど、その裏腹に身分は相当手厚く法令によって保障されています。ですから、その身分関係に関わる処分というのは、しっかりとした調査に基づいてやらなければなりませんので、それはその調査を終了後行うということになろうかと思います。取り急ぎのものとしての処分ということ、法令上の事実ではない処分、見合いとの見合い、それをお話しいただきたい。まあ、それを処分というか、異動というか、仕事の担当としていかがなものかなということで、今日付けで外したということです。法的に言うと、異動は異動です。処分ではありません。冒頭、NHK の方がお尋ねになりましたように、現在も復興庁の参事官であるわけでありますので。まあ、しかし、今まで、福島の被災者支援もしてた、それを、この時点で、外すということは、社会的に見ればですね、世の中の常識から見れば、何らかのペナルティというか、法的には処分ではないにしても、そういったものに近いかも分かりません。ありました。大変ご迷惑をかけて申し訳ないことをしたということで、深々と頭を下げてました。それ大臣の叱責の時ということでした。副大臣からの叱責の時ということでしたか。そうです。たびたびすみません、フリーの君と申しますけれども、ちょっと事実確認、一つ確認なんですが、水野参事官はですね、情報開示請求に対する決裁をする立場にはあったと。ありました。そうするとですね、ツイートの中で自分個人に対する開示請求が来たことを一度ツイートして、その後削除していますので、かなりその重大な個人の、もちろんその個人の名前までは出していませんけれども、情報の漏洩に近いんではないかと思えるんですが、その辺はどのようにお考えですか。それも含めて、そういったことも含めて事実関係を現在行っているということです。事実関係の確認はどのぐらいの目処で考えていらっしゃいますか。できるだけ早期にやりたいと思ってます。もう一点だけ、ちょっと今回その、国会議員に対する、いろいろなあれは、ツイートもあったんですけれども、特にその支援法の関係でですね、先ほどの先送り等はあったと思うんですが、関係の議員からですね、何かこう副校長に対して、意見ないですね、異議ないというそういったことは何かありましたでしょうか。よろしいですか。明日、子ども被災者議連が、急遽開かれ、そこに来て説明をするようにということを求められております。岡本統括官の方で、今日朝からですね、お詫びといいますか、ご迷惑かけましたということを与野党問わず彼がずっと回ってました。私と手分けして、ですから、彼の方の情報が一番正確です。
参議院選挙がもうすぐあると控えていると思うんですけれども、そういう政治への信頼という観点から、今回のことどのように受け止めたらいいですか。はい、副大臣の立場で職員も含めて本当に一生懸命やっていると思います。私も昨年12月からですけれども、宮城の方に月に8日ほど、主に宮城ですか、月に8日から10日に行ってますけれども、現場の職員も含めて本当に一生懸命やっている、休日もよく出てます、現場にも出かけている、そういう、それだけにこういったことが出てですね、大変残念です。こういうことによって復興を加速するということへの影響がないようにしっかり頑張っていきたいと思います。できる限り早期にというあれ以外はございませんが、おっしゃられるようにだらだらとこう時間をかけるというのもですね、被災地の方々の思い、傷ついたことを考えるならば、やはりしっかりとできる限り早くというのは基本的にそういう思いです。こういう職員の不祥事については普通は政務は出ません、ご存知でしょうけれども、官房長です。しかし私はそれでは我々復興庁は何よりも内閣の最重点事項の一つでもあるので、私が統括官とともにです、統括官はいわば官房長ですから、他の省で言いますと、しっかりと皆さん方に説明するということは、国民に説明するということと同じでございますので、そのように判断してさせていただきました。一番後ろのテレビ。それも含めてと処分というか対処、どういうふうに対処するかというのはまだ結論が出ているわけではありません。法的な処分というのは重たいものです。本人のこれからにも関わることです。ですからしっかりとその調査、事実関係なども確認しなければなりません。そしてそれが終えた後ですね、言われるようにそれも含めてまた検討させていただきます。特になければこれで。すみません。
中で一言でも二言でも、なんでやってしまったかっていう理由は、当然出てると思うんですけども、そこもう一度伺います。まだそこまで詳しく、聞いてる途中ですね、中途半端なお答えをちょっと今日は差し控えさせてください。ご紹介できるのは一つもないです。はい。日経新聞の田村と申しますが、今回の、ことを受けて、大臣以下ですね、3時間の夜管理するような立場にいた方々のですね、処分だとか、その辺りの検討は進んでされるんでしょうか。まあ、それも含めてですね、最終的にまあ処分とこう言葉が一人歩きしてますけれども、処分も含めてどう今回の事件に対処するかというのは今検討しているわけです。ですから結論が、まあ参事官の上司といえば統括官と政務三役しかいないわけですが、それの監督責任をどう見るべきか、どう取るべきかということも含めて検討させていただくことになります。今ちょっと残念なんですが、今回のことを受けて復興庁の職員に対してですね、ツイッターですとかネット上での書き込みなどを控えるようにとか抑制するように、そういった指示なんかを出されるという考えというのはありますか。ツイッター自身を禁止するかどうかというのはまだ検討いたしますが、まずはしなきゃならないのは、ツイッターしたという行為じゃなくて、あの中で書かれた文言、これが非常に問題であったと思っておりますので、まずはその点を厳しく職員に注意を喚起したいと思います。ツイッターをするかどうかというのは、これはまた別問題だと思います。水野さんはどういうお話を今のところ最大限しているというと、どの辺まで書き込みをしていることを認めている、そして、新聞に出ているような内容の書き込みしたこと、これを認めております。それから反省の弁を述べたと。反省の弁というのは先ほど副大臣が紹介した、申し訳なかったということであります。よろしいですか。それはすみません、申し訳なかったというのは何に対してっていうのは、自らの行為に対してだと思っております。いわゆる文言の内容だと私は把握しています。それでは直接例えばすいません、ちょっと短くお願いします。すいません、冬の気温ですけど、先ほどの関係者の、白黒つけずに先送りするという関係で、そのためには、関係者の同意が必要というようなことも書いてあったんですが、当然調査中というお話であると思うんですが、この関係者というのは庁内のことだと思うんですけれども、その辺は まだ全くというか、私の第一印象で、あれちょっとあそこ意味が取りかねてます。どういう意図なのかちょっと、はい、分かんないです。あそこは統括官ご存じない、はい、なんかちょっと論理が一貫しないなと思ってます、この部分は。それでは会見を終わります。もう一度頭お願いします。申し訳ありません。